みほとけチャンネル。みほとけチャンネルをご覧の皆様、明けましておめでとうございます。みほとけです。ナム、今年もよろしくお願いします。新年一発目の動画は2023年うさぎ年にこそお参りしていただきたいお寺をご紹介します。うさぎ年やってまいりましたね。うさぎ年で、そして仏教、お寺の世界といえば、文殊菩薩様をぜひお参りしてほしいんです。これは文殊菩薩様がうさぎ年生まれの方の守護本尊なんですよ。守護本尊って何かと言いますと、その干支生まれの方を守ってくれる仏様なんですよ。私だったら寅年生まれなので、もう人生かけて阿弥陀如来様が守ってくださるんです。はい、うさぎ年生まれの方、文殊菩薩様が守ってくださる。そして今年はうさぎ年、うさぎ年にこそうさぎ年の方を守るために文殊菩薩様たちは大活躍をされるはず。ご利益倍増イヤーということで、ぜひぜひ皆様文殊菩薩様にお参りしてみてください。とってもご利益のある方なんですよ。文殊菩薩様とは一体どんな仏様なのか。はい、まず見た目ですね。まあ菩薩様なのですごい素敵にね、こうおしゃれをしています。冠とかかぶっております。持ち物特徴的です。はい、右手にまず剣を持っています。これはね、いろんなものを打ち砕くやーという剣ですよ。そして左手には蓮の花を持っていて、その蓮の花の上にはなんと経巻が載ってるんです。お経ね。で獅子に乗っかっているんですね。っていうね、とってもとっても素敵な方なんですけどもね。この方のご利益は学力の向上です。皆さん、三人よれば文殊の知恵、よく言いますよね。この文殊の知恵の文殊は文殊菩薩様なんです。で、この学力の向上というのは、この持っている経巻に象徴されるように、知恵を司るのが文殊菩薩様なんですね。そして、知恵、つまりは頭が良くなるだけじゃなくて、自身の能力を向上させてくれるご利益があります。そして、まあ、賢くなる、いろんなことを勉強するということは、世の中を正しく、物事を正しく見ることができる、見極めることができる力もあるんです。ということで、拝む方それぞれに様々なご利益をもたらしてくださいますよ。つまり学力だけじゃないんですね。世の中をきちんと見てくださっている方かだからこそ助けてくれることがあるということで、ぜひともおすすめしたい文殊菩薩様に出会えるお寺、いくつか行きますね。まずはね、日本三大文殊っていうのがあるんですよ。実は日本三景があったりさ、日本三大大仏があったりいろいろしますけども、日本三大文殊もあります。一つ目が天の橋立で有名な京都の、ほんとまさに天の橋立の場所にある知恩寺というところです。近代になるまでは知恩寺さんのお寺の持ち物だったんですよね、天の橋立は。ぐらい、あの天の橋立の場所、あの景色が出来上がるのには文殊菩薩様の伝説があるんですよ。もう昔々、もう神話の時代に、こう神様の世界では、こう、竜神が暴れ回っちゃってたんですって。まあ、竜神が暴れ回るせいで、こう、日本の土地では人がなかなか住めないよと。どうしようかね、と神様が会議をしたところ、まあ、じゃあ、悪者の竜神を、こう、もう、おとなしくさせるために、文殊菩薩様に来ていただきましょうと。で、文殊菩薩様のありがたい説法を聞くことで、彼らをおとなしくさせてもらいましょう、みたいな。で、呼んだんですよ。で、文殊菩薩様、説法しました。千年。千年もですよ。千年間も竜に向かって一生懸命いろんなもう、知っている知恵の限りを尽くして、すると、もうあれだけ悪さをしてた竜神様たちが、いい前身ですね。良い神になって、変わってくれたんです。つまり逆に守ってくれる側の神様に変わったんですね。ああよかったよかった、ということで神様たちはその文殊菩薩様の持ち物だった如意宝珠という願いを叶えてくれる玉に乗っかって、こう海にポチャーンと降りてきたんですって。でそのポチャーンと降りてきたところを竜神様たちが、まあ、元竜神様ですよね、がぐわーっと道を作って日本の土地までこうやって来てくれた。それが天の柱手なんですよ。で、そこにできたお寺が知恩寺さんで、千年間も説法して貸してくれた文殊菩薩様を祀ったというね。はい、景色も素晴らしいですし、今年にこそ行くべきとこですね。
ただね、御開帳が5日間しかないんですよ、年で。お正月と7月と大晦日の、ちょんちょんと5日間。これはちょっとね、急いでいかなきゃなって感じですよね。なので皆様、まあ、御開帳だけに限らず、いつでもこう、拝むことはできるのでね、ぜひお参りしてみてください。とっても素敵、写真で見る限りね、まあ南北朝時代かな、すごいおしゃれなんですよね。武器は持ってないですね。こう、蓮の花を持っていらっしゃいますね。で、日本三大文書の残り2つ、はい、もう1つが安倍の文書院、これは奈良県ですね。安倍の生命が生まれたと言われている安倍氏の始まりのお寺なんですけれども、ここには国宝の日本最大の7メートルもする文殊菩薩様がいらっしゃるんですよ。まあまあ体だけが7メートルなんじゃなくて、下の獅子ですね。獅子に乗っかっていて7メートルなんですけども、こちらはですね、文殊菩薩オールスターズと私呼んでいるんですけども、都会文殊と言われていて、まあ雲海を渡って我々みんなにいろんなご利益を届けるための旅をしてくれているっていう文殊菩薩様チームなんですね。全財童子といってこう合唱してこうやって振り返っている可愛い全財童子も私大好きです。はい、なんかここ2つお団子部屋のね、可愛い男の子なんで、とっても賢いんですよこの子。はい、でまあそれプラスいろんなこう付き従う者たちがいらっしゃってるっていうね。で彼らはあの快慶が彫った、はい、文殊菩薩様オールスターズなので国宝、素晴らしいですね。もう大迫力なんですよ。そしてお寺も超綺麗。日本のお寺の中では最古級の古さを誇る場所ですので、ぜひね、お参りしてみてほしいですね。日本三大文殊、天の橋立の知恩寺、奈良の安倍の文殊院、そして三つ目、まあ、日本三大の三つ目っていろいろあるよねっていうのが、まあ、大体あるパターンじゃないですか。はい。まあ、まずね、だんだんいろいろあるんですけれども、まあ、代表格が、山形県の亀岡文殊。大聖寺さんですね。こちらは平安時代に徳一菩薩というね、最澄とか空海とかと同じ世代で活躍されていたとっても偉いお坊さんで、東日本のその時代の仏教の布教の第一人者と言われているすごい方がいらっしゃるんですけれども、その方が建てたお寺なんですね。で、ここは天皇家がその願いを込めて作ったお寺なので、まあ、直願寺と言われてるんですけども、代々皇室の方々も本当歴代の方が拝んでいた。さらにここね、戦国武将にも人気のお寺だったみたいで、直江兼続さんなどなど、あの時代の戦国武将が集まって歌会を開いたみたいな話もあったりするっていうので、今この文殊菩薩自体は秘仏で拝めないんですね。とっても小さい文殊菩薩様らしいんですけども、そういった由緒のある大変貴重なあのお寺ということで、日本三大文殊の一つです。はい、そして仏像好きの御仏としては、ぜひこちらの文殊菩薩様かっこいいから行ってほしいなっていうところがあります。個人的注目、京都金戒光明寺さん。こちらはですね、本堂の左奥にいらっしゃるんです。まあ、運慶作と伝えられている立派な立派な文殊菩薩様、超かっこいいんですよ。ちょっとね、遠いので、まあよく見えるオペラグラスなんか見て持っていったらいいかもしれないですね。も文殊菩薩オールスターズですので、都会文殊5尊いらっしゃいますのでね、ぜひね、行ってみてください。ということで、文殊菩薩像って意外と作例が少ないんですよね。はい、ただ関東でも拝めます。東京は目黒五百羅漢寺。こちらはですね、松雲元慶さんという江戸時代に活躍した仏師のお坊さんが彫った文殊菩薩様なんですけども、かわいいの、ヘアスタイルがね、なんかボン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 みたいな、お団子いっぱいみたいな、こう結構体も立派で大きいんですよね。五百羅漢寺さんって文殊菩薩様だけじゃなくて、その松雲元慶さんが彫った文殊菩薩さん、普賢菩薩さん、釈迦如来さんっていう三尊がいて、結構でかいんですよね。その横に五百羅漢ですよ、お坊さんの像がブラーって並んだお堂は圧巻ですので、まあ、文殊菩薩様だけでなくね、ぜひその圧巻のお堂拝みに行ってほしいなと思います。まあ、私の地元鎌倉なので、鎌倉の文殊菩薩様実はいらっしゃるんですよ。はい、浄楽寺というお寺です。これはあの大河ドラマで活躍した北条泰時、まあ、主人公義時の息子さんですよね。三代目の執権ですよ。御成敗式目を作ったあの方ですよ。あの方のお墓があります。まあ、あとはあの大姫っていうね、ちょっと悲運のお姫様ですよ。頼朝の娘ちゃんでね、とか、あの木曽の義高くん、大姫のフィアンセというか、まあフィアンセになりかけてちょっと両思いになったけど、
追われて殺されちゃったみたいな、ちょっとね運命が悲しい2人がのを弔うお墓なのか塚みたいなのが裏山にあったりするっていうね、まあ、2022年の大河ドラマ見ていた方にとっては聖地ですね。続いてウサギの大仏がいるお寺、はい珍しいですよね。こちらは新潟県佐渡島の長国寺というお寺です。こちらもすごく歴史の深いね、1300年の歴史を誇るお寺様なんですけれども、なんとなんと6メートルもある巨大なウサギの石仏がいるんですよ。でウサギさんの胸がねパカーッと開いてて、胸が開いた場所から11面観音さんが顔を出してるんですっていう、まあウサギ観音だそうです。はい、珍しいですよね。そしてこのウサギさん目が光ります夜に目が光ります、真っ赤に。本当はレーザービームを出したかったんだけど、航空法でそれはダメだから光るだけになったらしいですやりすぎようとして法律が止めてくれたっていうすごい見た目だけだとね、もう何のウルトラマンですかみたいな感じなんですけども、こちら長国寺さん、ボタンの名所なんですよ。でボタンを育てるためにはいろんなこう雑草がね生えてくるじゃないですか。その除草をするためにウサギさんにこう雑草を食べてもらうっていうことをしていたんですって。でちゃんとね訓練を積んだウサギさんを離して草を食べてもらうっていう、珍しいですよねでまあそういった、まあ、ボタンというものもこう古くから仏教でも登場する、そして薬草にもなるような、あの大切な大切な花を守ってくれるウサギさん、このウサギさんを見守る観音様を作ろうということで、巨大なウサギの中から観音様こんにちはっていうで目光るっていう、もうごちゃ混ぜな巨大ウサギ観音様がいらっしゃって、でこちらはですねちょっと悲しいことに、ウサギさんたちの飼育ってすごく難しいんですよ。でウサギって子だくさんなのでたくさん生まれるんです。ただお寺の方針として去勢手術とか避妊手術をするのは少しかわいそうだ、ただその保健所の指導のもときちんとした飼育をするには負担が大きすぎるということで、今は除草をするウサギさんっていうのはいなくなっちゃったんです。みんな里親にもらわれていったそうなんですけれども、代わりに可愛いワンちゃんがいらっしゃいますはい。しかもこのウサギさんの大きな観音様の横に小さめのウサギ観音さん2体目がいますこちら長国寺さんはね、平安時代の立派な11面観音様が3体も4体もいらっしゃって、国の重要文化財、県の指定文化財になっていたりするので、この文化財を守るためにたくさんのお金を寄付してくれた方がいたんですって。その方の寄付を記念して小ウサギ観音を作ってるっていうウサギ年だからこそウサギさんのお寺行こうじゃないかと思ったら、ぜひとも佐渡島の長国寺さん、こちら重要文化財の十一面観音さんが私は気になる、両方気になるので、ぜひともね佐渡島まで行ったことがないんで行ってみたいと思いますね。それからウサギの大仏といえば、実はね牛久大仏ってご存知ですか？ご存知ですよね。日本一でっかい大仏ですよ。茨城県の牛久市にあります。この大仏様のお膝元にですね、小動物の動物園があるんですよ。そこでたくさんのウサギと触れ合えるんです。はい、なので実は牛久大仏はウサギスポットだったんですね。なのでウサギ年の今年こそお参りしたらいいんじゃないかと思います。そして2023年、弘法大師が1250歳の誕生日なんです。おめでとうございます。1250歳、弘法大師様っていうのは入定と言われまして、最後お亡くなりになってないんですよ。高野山の奥の院というところに、私はこの世の皆さんが救われるまでここで祈り続けます、では皆さんバイバーイって言って山にこもって、未だに我々のためにこうずっと祈り続けてくれてるんですけど、その弘法大師さんが1250歳の誕生日なんですね。
誕生日は7月27日です。はい、727ですね。ということで、高野山、まあとは弘法大師ゆかりのお寺さん、つまりは真言宗のお寺さんでは、その弘法大師1250歳おめでとうっていうお祭りがいっぱいやってます。特別な御開帳もあるし、特別な御朱印もあればお祭りもあります。ということで、ぜひね、お近くの真言宗のお寺さん、弘法大師のお寺さんをぜひ要チェックしていてください。珍しい仏様を開けてくれるなんてこともあると思いますのでね。さあ、ということで、いろいろご紹介してきました。まず、うさぎ年の守り本尊、文殊菩薩がいらっしゃるお寺さんということで、もういろんな文殊菩薩の名称をご紹介しました。そして、うさぎの巨大観音様、佐渡島の彫刻寺、そして、牛久大仏。おまけで、弘法大師さんが1250歳お誕生日イヤーということで、弘法大師のお寺、ご紹介しました。はい、面白いな。お参りしたいな。お参り計画立てようって思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。そして、2023年、ますます御仏精進して大活躍して参りたいと思いますので、文殊菩薩様のように、頭よく自分の能力、ますますアップして頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。では、以上、御仏でした。ナムー。